次でもだよ。チャンネル登録ありがとうございます。始まるよ。皆さんこんにちは。今回は明るさ調節アプリの紹介です。もっと暗くしたい方は必見です。システムでの明るさ調整方法です。スモールオン時の明るさ、スモールオフ時の明るさ、暗くするには限界が、ナイトスクリーンアプリです。スライダーで調節、ブルーライト対策できます。設定は保持されません。明るさ調節アプリです。スライダーで好みの明るさにします。通知領域に常駐します。通知領域から再起動もできるようになりました。極限に暗くできます。暗くしすぎると操作不能になります。このアプリは最初に設定画面が開きます。システムのブルーライト対策です。ダーカーアプリです。ワンタップで暗くなります。アイコン再タップで解除、通知領域に常駐します。最低は 20% です。調整項目が存在します。有料版は 20% 以下にできます。ほどほど暗くなります。次にスクリーンフィルターアプリです。これも通知領域に常駐します。ダーカーアプリより暗くできます。設定保持をタップします。ほとんど見えなくなりました。設定はシンプルです。
フォームにショートカットを作成します。完全ワンタップで暗くなります。スモールオン標準の明るさです。アプリの明るさです。私はダーカーアプリの明るさで十分です。無料でもっと暗くしたい方はスクリーンフィルターアプリです。ブルーライト対策と併用で設定が開かずワンタップで暗くできるのがおすすめ理由です。夜にもっと暗くしたい方は参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。